ホエールはアメリカ海軍の潜水艦。ガトウ級潜水艦の一隻、艦名はクジラにちなむ。ホエールの名を持つ艦としては初代、太平洋戦争前及び戦争中の日本で、ガトウ級潜水艦は、この艦の官名と存在までが知られていた。なお、退役から22年後に、スタージョン級原子力潜水艦2番艦として2代目ホエールが、収益している。 白長スクジラマッコウクジラ、ザトウクジラ、ホエールは1941年6月28日に、カリフォルニア州バレーオのメアアイランド海軍造船所で、寄港する。1942年3月14日に、AD デニー夫人によって浸水し、艦長ジョン・ビエザー少佐の指揮下1942年6月、ドックでの大焼け身及び最初の成長訓練は7月30日に、開始した。 駆逐艦キルティの護衛を受けホエールはカリフォルニア州サンフランシスコを8月4日に出港、2日後にサンディエゴに到着した。7月30日から9月9日までホエールはサンディエゴ、サンフランシスコ海域で訓練を行った。9月23日にサンフランシスコを後にして4日後に真珠湾に到着した。10月9日、ホエールは最初の紹介で 日本近海に向かったミッドウェイ島で給油の後10月25日に担当商会に到着この海域でホエールは陸地から20マイル離れたところに機雷を敷設するよう命じられていた10月25日ホエールは予定通りにキー水道に敷設を行いこれはアメリカ軍が日本近海で機雷を敷設した最初の記録となった敷設した 翌日の10月26日、特設運送船霧島丸が、北緯33度48分統計135度10分、北緯33.800度統計135.167度、33.800135.167の日のお先置きで食らいし、機雷不設が日本側に知れ渡ることとなった。日本側は十三個の機雷を確認し、捕獲した現物は、 横須賀海軍交渉に送られた。霧島丸が植来する数時間前、ホエールは北緯33度40分、統計135度18分、北緯3 3 6 6な続いて、最初の目標に続行していた5000トン級中型、輸送船に対しても、魚雷を1本発射し、これも命中したと判断された。やがて三番目の目標である七千五百トン級輸送船と四番目の、 輸送船に対しても、魚雷を2本発射したが、その結果は定かではなかった。このように次々と攻撃し、何度か魚雷の爆発音が聞こえ、観測してみると一石はひどく傾いているように見えたが、実際には輸送船、白進丸が雷撃を受けたものの被害はなかった。10月27日から28日にかけては、文後水道の入り口付近、足摺岬と、 室戸三崎間の高知の南方会場で紹介を行う。10月30日、ホエールは北緯33度34分統計135度23分、北緯33.567度統計135.383度、33.567、135.383の地点で、不設定生成に護衛された2隻の輸送船を発見し、 生成と特設運送船玉島丸に対して、魚雷を2本ずつ、計4本発射したが、生成の爆雷攻撃によりホエールは少なからず、ダメージを負い、生成の追跡は、以後17時間も続いた。ホエールは360フィートの深度に潜み、なんとか反撃から逃れることができた。11月10日、ホエールは32日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。 1943年1月2日まで修理が行われた。1月3日、ホエールは2回目の紹介で、マーシャル諸島方面に向かった。途中で訓練を実施した後、1月10日からは、クエゼリン艦章とウォッチェ艦章の近海で2日間の紹介を行った。1月13日、ホエールは、クエゼリン艦章とトラック諸島艦の航路の紹介に移動。ほどなく、 北緯09度54分統計167度07分、北緯9.900度統計167.117度、9.900167.117の地点で一石の輸送船を発見し、この目標に対して、魚雷を4本発射した。攻撃を受けた特設運送船岩白丸は、船尾と船橋の下に魚雷が目 ホエールは再びトラック諸島に向けて航海した。1月17日、ホエールは北緯10度10分統計151度25分、北緯10.167度統計151.417度、10.167、151.417のトラック諸島北約400キロの地点で2隻の大型船を発見。護衛艦はいなかった。14時過ぎ、ホエールは 大型船のうちの一隻である海軍徴用船、平雷丸に対して、まず魚雷を5本発射して4本命中させる。続いて、艦尾発射管から魚雷を1本発射し、平広島丸の後部に命中させた。平広島丸は沈む気配を見せず、約2時間後に、さらに魚雷を、計3本発射し、すべて命中させる。最後の攻撃から約1時間経って、後に、 ヒラヒロシマルは沈み、ホエールはヒラヒロシマルを観測し、何百人ものの軍人が脱出しているのを見た。ホエールは次の1週間をカロリン諸島での紹介に当てた。1月25日夜、ホエールは北緯08度30分統計156度40分、北緯8.500度統計156.667度、8.500156.667の地点で、 秋広丸9タンカーを発見して追跡し、日付が1月26日に変わった直後に、艦備発射艦から魚雷を3本発射して1本が命中したと判断されるが、反撃を受けてダメージを負った。浮上紹介を行っていた同日午後にも輸送船を発見し、夜に入って北緯12度10分と計155度15分。 北緯12.167度統計155.250度、12.167155.250の地点で、魚雷一本を発射指名中させたが、乾いた音しか聞こえてこなかった。1月27日朝、ホエールは、北緯13度25分統計154度40分、北緯13.417度統計154.667度、 13.2417-154.667の地点で、サイパン島東方約470回里の地点で、輸送船を発見し、魚雷を2本発射するが命中しなかった。ホエールは追撃し、午後に入って、北緯14度15分統計153度43分、北緯14.250度統計153.717度、 14.250153.717の地点で最後に残った一本の魚雷を発射して目標に命中させた。ホエールは一連の攻撃で特設運送船ショーアンマルに損傷を与え、ショーアンマルはサイパン島に栄光されていった。2月2日、ホエールは30日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島。艦長がアルバートシーバローズ少佐に変わった。 2月28日、ホエールは3回目の紹介で、マリアナ諸島方面に向かった。3月10日には、サイパン島、タナパグ湾の沖に張り付き、出入りする日本の艦船を警戒した。3月19日の夜、ホエールは護衛艦一隻を伴った、モ上ミ川丸級とアリゾナ丸級の2隻の大型輸送船を発見。ホエールは3月20朝に至り、 北緯16度03分統計143度08分、北緯16.050度統計143.133度、16.050143.133の地点で魚雷を3本ずつ、計6本発射。魚雷は、それぞれの目標に2本ずつ命中したもの判断、されたが、浮上した途端反撃を受け、ダメージを負ったので退避せざるを得なかった。 それでもホエールは、タナパク港の沖に依然として張り付いていた。3月22日、ホエールは2隻の輸送船を発見したものの、一してしまった。しかし、翌3月23日未明になって、北緯17度16分統計144度56分、北緯17.267度統計144.933度、17.267144.933? の地点でこれとは別の2隻の輸送船を発見し、魚雷を3本発射。魚雷は手前にいた、特設運送船、犬マルに2本命中し、犬マルは4分で沈んでいった。犬マルが沈む前、ホエールは止めで、艦尾発射管から魚雷を1本発射し、不安定な動きを見せたが命中したようには見えた。 護衛艦がホエールめがけて突進してきたので、ホエールはこれを避けて、先行期退していった。3月25日にも、北緯17度43分統計150度03分、北緯17.717 17度統計150.050度、17.717150.050の地点で、小型輸送船を発見し、魚雷を3度にわたり計7本発射したが、 すべての魚雷が不安定な動きをして、これまた命中せず、乗組員を失望させる一方であった。3月28日にも、北緯12度54分統計151度05分、北緯12.900度統計151.083度、12.900151.083の地点で別の小型輸送船を発見し、 最後に残っていた魚雷を3本発射するも今回も、魚雷はまともに走らず、こうしてホエールは魚雷を使い尽くしてしまった。燃料の関係もあり、ホエールは3月31日をもって、紹介を切り上げ、4月6日にミッドウェイ島に寄港した。4月11日、ホエールは42日間の行動を終えて、修理と訓練に従事した。5月5日、 ホエールは4回目の紹介で日本近海に向かった。5月9日にミッドウェイ島に寄港して翌日出港。5月15日、ホエールはウェイク島を爆撃する B-24 の支援をするよう命令を受け、その日のうちに指定された海域に到着。翌日の空襲本番当日には反撃を受けて先行をすることもあったが、19時22分に 終了するまでおおむね任務を全うすることができた。また、島の南岸でタニーとフィンバックが破壊した特設運送船スワマルの姿を見ることができた。5月20日から24日まではロッタ島の偵察などに従事。翌25日、ホエールはグアムに接近し、アプラ港に3隻の船舶がいることを確認して、ホエールは待ち伏せ攻撃を行うことに決めた。 走行しているうちに、アプラ港を出港してきた特設奉還症 A マルを発見し追跡。5月26日0時14分に、北緯14度17分統計144度50分、北緯14.283度統計144.833度、14.283、14. 144.833の地点で魚雷を3本発射し、 最初の魚雷が命中したカツエイマルは4分で沈んでいった。6月5日には、北緯14度34分統計151度33分、北緯14.567度統計151.550度、14.567151.550の地点で、上川丸型水上規模艦と、応募式艦艇を発見して、魚雷を4本発射し、 三本の命中と判定される。その後もサイパン島周辺やサイパン行きの航路が通ると思われる海域に潜伏し、6月9日夜には北緯11度58分統計149度03分、北緯11.967度統計149.050度、11.967149.050の地点で2隻の大型輸送船を中心とする。 輸送船団をレーダーで探知し、まず戦闘の目標に対して、魚雷を3本発射し、うち2本が命中したと判断された。続いて2番目の目標に対しても、魚雷を3本発射し、これも2本の命中と判断される。攻撃の仕上げとして、さらに魚雷を3本発射して1本の命中を得たものと判定された。ホエールは8000トン級火客船と7000トン級輸送船を、 大いに痛めつけたと評価した。6月21日、ホエールは47日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。7月21日、ホエールは5回目の紹介で、東、シナ海に向かった。8月4日から6日にかけて台風に翻弄され、艦内に侵入してきた海水によって、いくつかの危機が故障してしまった。翌7日には、小笠原諸島近海に到達。 8月8日朝、ホエールは、北緯24度15分統計142度45分、北緯24.250度統計142.750度、24.250142.750の、洋島南東の地点で、駆逐艦浅蘭と特設運送船ナルト丸からなる、第4731船団を発見。魚雷を4本発射し、うち2本を、 ナルトマルの中央部と後部に命中させ、ナルトマルは右限に、ホエールは8月9日から10日間はこの近海で、紹介し、8月20日に台風シーズンまった田中の東、シナ海に移動。ここでも3日間台風に翻弄された。8月24日未明、ホエールは北緯30度55分統計129度00分。 北緯30.917度統計129.000度、30.917129.000の草垣群島の西方20マイルの地点で輸送船団を発見し、魚雷を4本発射して2つの爆発音を聞き、7000トン級輸送船と1万トン級タンカーを撃破したと判断された。ミッドウェイ島への帰途について2日後の8月26日朝にも、 北緯30度42分、統計134度06分、北緯30.700度、統計134.100度、30.700、134.100の地点で2隻の輸送船と、千鳥型水雷艇と、おぼしき護衛艦、負806船団を発見し、魚雷を4本発射したが命中せず、魚雷を使い果たした。9月7日、 ホエールは46日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。真珠湾でオーバーホールに入った。12月21日、ホエールは6回目の紹介で、シーウルフと共に、小笠原諸島方面に向かった。1944年1月14日、シーウルフから輸送船団を発見した旨報告があり、シーウルフはそのまま輸送船団を攻撃し、一石撃沈。 なおも追跡中と報告があった。ホエールも1月16日朝になって、レーダーでその輸送船団を探知。夕方に入って先行し、魚雷を3本を発射。魚雷は陸軍輸送船長、松丸にすべて命中し、帝松丸は北緯23度15分、東経135度14分。 北緯23.250度統計135.233度、13 23.250135.233 23. の、伊予島西南方500キロの地点で沈没した。シーウルフは、あと一隻残っていると報告し、自身は魚雷を使い果たしていたので、浮上砲船でこの輸送船を片付けようとしたが果たせず、代わって、ホエールが片付けることとなった。 この残った一隻である特設運送センタル、島丸は特殊船航艇を栄光していたが、この時までにシーウルフに撃たれた損傷がひどくなっていた。1月17日朝、北緯23度08分統計135度09分、北緯23.133度統計135.150度、13 2 3 1 3 3十3 5 1 5 0の沖の鳥島沖でホエール渡る。 島丸に追いつき、二度にわたって、魚雷を計七本発射して三本を命中させてたる、島丸を撃沈し、ホエールはその様子を撮影した。その後1月23日までこの海域で紹介を、続け、1月26日にこの海域を去った。この最中に、右舷側のスクリューを損傷した。2月3日、ホエールは44日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。 艦長がジェームズ・ビーグラディ少佐に変わった。3月14日、ホエールは7回目の紹介で、ポラックと共に、東、シナ海に向かった。鳥島、トカラ列島を経て3月29日に、東、シナ海に入ったホエールは、行き遠沖きなどで紹介。4月9日、未明、ホエールは、北緯33度50分、統計128度01、分。 三十33.833度統計128.017度、33.83328.017の地点で単独航行中の輸送船砲南丸を発見して、魚雷を計7本発射し、2本の魚雷が命中した砲南丸は15秒で爆沈した。4月14日には、津島沖で2隻の艦艇を発見したが、攻撃態勢を取れなかった。 以後4月23日まで長崎近海で紹介を続け、木戸に着いた。5月2日に洋上で護衛駆逐艦フェアと会合。5月3日、ホエールは57日間の行動を終えてマジュロに帰稿した。5月28日、ホエールは8回目の紹介で日本近海に向かった。出港後しばらくは駆逐艦、カッシンと行動を共にし、やがてカッシンは 分かれていった。6月7日、午後、ホエールは、北緯31度30分、統計142度16分、北緯30、夜に入って1万トン級と思われた、輸送船と2番目の4000トン級輸送船に対して、巨雷を3本ずつ、計6本発射し、1万トン級輸送船に2本、4000トン級輸送船に1本が、命中したと判定された。ホエールは、 反撃を受けたため、新進度先行で東南方向に退避していった。後に、時間の120マイル北の地点で、時間が攻撃したであろう。輸送船が栄光されているという情報をキャッチした。日本側記録によると、輸送船杉山丸が損傷した。その後6月12日から7月4日までホエールは四国の南側で紹介し、6月13日には、 北緯31度37分統計132度09分、北緯31.617度統計132.150度、31.617、十3 2 1 5 0の地点で、数機の航空機と規定通りの装備を施した、病院船を観測した。7月5日、ホエールは日本近海を後にして基とにつき、7月11日にミッドウェイ島に到着。 7月16日、ホエールは50日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。この後、8月12日まで大改修を受けた。8月21日、ホエールは9回目の紹介で、フィリピン方面に向かった。当時、ウィリアム・ハルゼー大将率いる第3艦隊がパラオ攻略作戦の援護を起としており、ハルゼー大将はフィリピンからカロリン諸島までの広大な海域を、 潜水艦で紹介することを望んでいた。ホエールはシーホースセグンドと共にウルフバックを組み、9月3日にサイパン島に寄港した後、特設沿岸層海底ヒードの護衛を受けつつ、担当海域に向かった。9月6日、ホエール以下はサマール島沖でバーベロと会合した。ホエールは以後の8日間、修理や訓練、緊急選考に費やした。春税大将は、 フィリピンとペリリューの間にホエールを含む10隻の潜水艦を日本海軍が採用したような二重の3回戦を構成して配備させた。この3回戦は俗に春勢の動物園と呼ばれたが効果は全くなく、以後の作戦で二度と採用されることはなかった。9月17日、ホエール以下のウルフパックは台湾の東南部に移動するよう指令を受け、9月20日に到着した。 この後10月に入るまで台湾の南端からルソン海峡、バシー海峡、バタン諸島で紹介を行った。10月3日、ホエール以下はルソン海峡に西側に移動した。10月6日昼過ぎ、ホエール以下は北緯19度48分統計118度22分、北緯19.800度統計118.367度、19.800118.367の 地点で、文字からシンガポールに向かっていた、非77戦団を発見。ホエールは魚雷を6本発射し、タンカーアカネマルに2本から5本を命中させ4分で撃沈した。シーホースも、アカネマルの遭難者を救助していた第21号解剖艦を一撃で撃沈した。翌日、ホエールはこれまでのウルフパックを解散して、アスプロ。 カブリラと新しいウルフパックを編成して南西諸島で紹介を行った。10月29日、ホエールは68日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島した。11月24日、ホエールは10回目の紹介で南西諸島方面に向かった。12月4日に沖縄本島近海に到着して年末年始を通じてこの周辺で紹介を実施した。 12月21日夜、ホエールは、北緯29度09分統計129度50分、北緯29.150度統計129.833度、12 29.150129.833の地点で8機の総発機と500トン級トロール船を発見し、魚雷を2度にわたり計4本発射したが、命中しなかった。12月23日夜には、 北緯29度04分統計129度45分、北緯29.067度統計129.750度、2 9 0 6 7十2 9 7 5 0の中の島南東海域で別のトロール14隻を発見した。ホエールは浮上して四インチ砲や四十ミリ機関砲、二十ミリ機銃で攻め立て八十分の戦闘で百五十トン級と百トン級の トロール船及び80トン級、3パン2隻のすべてを撃沈した。1945年に入って、懲戒海,海域を移動し、1月4日から5日にかけて、キングフィッシュと共に富士した、B-29 パイロットの救命ボートを、捜索したが、悪天候で、ついに発見できなかった。1月6日、ホエールは、ミッドウェイ島を経由し、1月15日に、 真珠湾に帰還することと命令を受け糸についた。1945年1月15日、ホエールは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰還。メアアイランド海軍造船所に開港され1月26日に到着し、2度目のオーバーホールに入った。オーバーホールの間に、艦長がフリーランドイーチカーデジュニア少佐に変わった。 6月15日、ホエールは11回目の紹介で、日本近海に向かった。6月21日に、サイパン島に寄港し、ウェイク島近海に向かった後、7月6日に、一旦、アプラ港に戻った上で翌日再度紹介を実施。7月8日から23日にかけて、ホエールは、マリアナ諸島と小笠原諸島、文後水道を結ぶライン上で紹介した。この間、 B-29 のクルーを呼び、B、B-24 のクルーを15名救助した。一方で、7月26日には、北緯32度27分統計132度33分、北緯32.450度統計132.550度、32.450、132.550の地点を中心に嫌いを43個も発見し、処分した。 一連の活動で潜水艦による救助活動を遂行する上での不具合が次々と判明したため今後改善されたしとの報告を行った7月30日ホエールは沖ノ島東方で紹介中に悪天候に遭遇海は荒れに荒れ姿勢を保つことができなかった,したがって30分ずつ先行して悪天候が収まるのを待った8月4日に 文後水道で先行紹介を実施。4日後にドラゴネットと合流し、パイロットの救助任務にあたる。8月9日にホエールはブラックフィッシュから16名のパイロットと1名の負傷者をゴムボートを使って受け入れる。8月11日、ホエールはサイパン島での給油とミッドウェイ島での修理命令を受け取る。8月14日に、 サイパンに到着するが、翌日、トルーマン大統領が日本の降伏を発表した。翌16日、ホエールはスキャバードフィッシュと共に出港した。8月25日、ホエールは68日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。ホエールは8月30日に真珠湾を出港。九月十四日にパナマ運河に到着する。三日間の停泊後、ホエールは ニューヨークに向かい、スタテンアイランドのトンプキンスビルに9月23日到着する。その後ロードアイランド州、ニューポート経由でマサチューセッツ州ボストンに向かい、9月23日に海軍記念日の祝賀式典に参加した。ホエールは不活性化準備のため10月30日にコネチカット州、ニューロンドンに到着した。ホエールの収益は1947年1月に、 と彼、ニューロンドンで大西洋予備役艦隊の一部となる、その後ニューハンプシャー州ポーツマスへ栄光され、1948年4月8日に到着した。ホエールは夏にポーツマスとニューロンドンを何度か訪れ、最後には1948年9月11日にニューロンドンで保管された。1956年11月14日から12月14日まで、 ターポンに代わって一時的に最終駅する。1957年1月12日にニューロンドンを出港し、1月22日にルイジアナ州ニューオーリンズに到着し、ここで最終駅したが、同年9月に退役し、1960年3月1日に除籍される。ニューオーリンズで保管された後、1960年9月29日にスクラップとして売却された。 ホエールは第二次世界大戦の先行で11個の従軍聖賞を受賞した。撃沈した日本軍艦船の総トン数は57,716トンに上る。ありがとうございます。